今日はオルホさんのよく使う道具を紹介します。まず組み立ててから、いつもこれ使ってます。手で拭き取れるんですごい楽です。あとはニッパ、なんだかんだ言ってほとんどこれ使ってます。切れ味いいのもあるんですけど、ペーパーかけるのがめんどくさいからこれ使ってます。これだとペーパーかけなくていいですよね。ペーパーかけないで済む。あとは手順的には次はこれかな。ほぼほぼこれすすしか使ってないです。これ3個目。あとはこれか。あと今日届いたんですけど、これも買いました。間違って組んじゃった時に外すやつ。あとはあんま考えないで始めてるかな。手に入りやすいのでこの2種類おすすめです。シルバーとゴールド。でもっとメッキっぽいやつだと、このアーティストフォーマーカー使ってます。これ一昨日知ったんですけど、エナメル系で落ちるらしいですね。あとこれか、ガンダムマーカーがはみ出しちゃった時とか、消したい時は消しペンなんですけど、これ消しペンで消えないんですよね。消しペンで消えないから、もうつい最近したのでこれだと落ちます。でこれの細いのも買いました。あとはよく使うのはこれかな。主にステッカー貼るときに使ってます。今日これ買ってみたんですよね。ちょっと使ってないんでわかんないんですけど、あとこれか、これ超使います。ここの墨入れした時に手で拭き取って、なおかつこのもじゃもじゃになったので、ちょっともじゃもじゃの使ったり、もじゃもじゃないの使ったり調整しながら。もじゃもじゃだとね、結構奥まで入る。で落としすぎちゃって消えちゃったら、また塗り直してもう一回また拭くみたいな。こんなこんなでこんな感じ。今の紹介したのだけで作ってます。
以上。